ちょっと今街ブラブラしてたらこんなものを見つけました。ペプシの瓶、これ中身、これ腐ったペプシじゃないですよ。ちょっと色が変わってますけど、これ実はガソリンなんですよ、車に入れる。で、普段のあのいつもあるガソリンスタンドよりもなんか安くて、あれと思ってよく調べたら、これガソリン薄めてるみたいです。これですよ、薄めたガソリンをペプシの瓶で売る。カンボジア平和だな、懐かしい。このガソリン僕たまにバイク乗ってたんで、あのこれたまに買ってましたよ、ピンチの時に。助けてそうだったらどこかあるよ、とりあえずこれみたいな。そう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 、うわ、皆さん決して間違って飲まないように。はい、ペプシじゃないので。1リットル、1.25ドル。1ドルちょっと高いね。ふっかけられてんのかな。いい、バイタ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 。ちょっとタバコ屋さん見つけました。モイモイプラムロイ。こっちのタバコは一箱じゃなくて一本から買えるんですよ。だからこれ一本買ってみたいと思います。モイ。いや、やっぱりまあそのどうしてもお金がない人とかがもう1本だけ吸いたいみたいな、そういう需要も。ちなみに1本500リエルでした。ってことは10円、ん ?12 円ぐらい。ライターも貸してくれるんで。ちょっと湿気てんなこれ。なんだこれ、これうわ、あった、ありました、青空美容院。やば、ちょっと行ってみましょう。うわ、切っております、ありました。カットマン、フィーダラー2ドル。あ、前1ドルだった気がするのにな。すごい、何店舗もありますよ。うわ、ちょうどな、僕切りたかったけどな、本当は。ちょうど予定がパンパンだわ、残念だな。行こうか、残念だ。え、切れみたいな空気やめとくて。見てください、ココナッツ屋さんです。これあのココナッツこう、ま、あの道で売ってて、これ多分あの飲めると思うんですよ。ちょっと買ってみたいと思います。スースライモイミエントロチャバイ。あ、モイ、1個3000リエル約75円ぐらいですかね。あ、その場でカットしてくれてます。でかいよ。ココナッツってあの体にいいってあのカンボジア人も思ってて、で結構こういうの毎日飲むっていう人も多くてですね、多分もう取れたてのココナッツですよこれ。お、あ、なるほど、コップにね。やばい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 、めっちゃ入ってる。やば、あ、あ、中のあのプルプルな部分、やば、すげえ。ナタデココ違う、めちゃくちゃ大きいっすよ。はいはい、来ました、ナタデココジュースです。はい、飲んでみますね。
お、ナタデココもストローで。ちょっとぬるいわ。ぬるい。こんだけ暑いからね。あ、でも冷やしたら美味しいかもしれない。うん。まずい。まずい。まずい、はっちゃん。やばい。え、でも体にいい感じはしますわ。食物繊維とかなんかめっちゃ入ってる。うわ。ベリーグー。ベリーグー。もう一回一本マン。プニュープニューポンポンマニア。ちょっとあの1日どんぐらい売れてるか聞きたいですけど、全然会話になってないです。はい。あ、プラムロイ。プニープラムロイディア。1日80人ぐらいって言ってますけど、うん、1個75円だから、まあ、え、大丈夫？うん、まあまあ、うん、おくんちだ。うん、おくん、Thank you。陽気やな。すごいな、この辺も。ちょいいっすか、ちょいいっすか。これ見てください、これ。今プノンペン気温33度っすよ。これ誰が着んすか、これ。これいつ使うの、これ。これ毛皮じゃないですか。フェイクの毛皮全部冬服っすよ、これ。この毛のフード、いつ使う、これ。この国冬だって来ないっすよ、ね、年間通しても約平均30度ぐらいじゃないですか。スースライ、アニポンマン。あ、ちなみにこれで5ドル。安いけど、安くてもいつ着んの。何プラン、オープラン。一番高いのがこの辺で5ドルって言ってますね。ちょっとまあ5ドルなら買おうかってなんないですよ。これむちゃくちゃ暑いですよ。だって買えよみたいな顔やめてくださいよ。今こんな暑いのにこれ着れんのって聞いたら、これ前開けたら大丈夫って。そういう問題じゃない。あ、新しいの持ってきてくれた。おお、さあな、ピョンバン。アニプロ？おお、これ男用みたいです。なるほど。おお、あ、でもサイズはいいっすね。アニポンマン？あ、これはまあ確かにね、ちょっといいから7ドル。あ、でも7ドルが安いから買おうか。買うわけないでしょ、こんな。コロスキか。政府関係の服だ。はい、役所関係。なんかここはあの路上の本屋さんかな、これ。もうすごい年季がすごい。もう今にもこのビニール、これなんだろう、これ。これ何の本、これ。色が違う、これ。やっぱ一緒のやつなんや。同じ本だけど前にあったから劣化している、これ。すごく綺麗、後ろのやつ。でも前来たらこうなっちゃうの。そらそうでしょ、こんな炎天下に、うん、すごいなこれ。ちょっとかわいそうだからね、綺麗な方前にしとこうか。え、でもこうやっといたらこれまた3日ぐらいで劣化してまたこれなんじゃないですか。こうがこうなっちゃいますよ。何あげ？マンチュー？マンチュー？何もわからん。あ、これ？さっぱりわからん。あ、バナナ屋台見つけました。あ、揚げてるんすね。バナナを揚げたお菓子かなんかかな。アニポンマン。あ、なるほど。このサイズ、まあ、こんぐらいのサイズのが10個で50円。安っ。
これ10個で50円安いっすよ。お前のバナナ、おは僕のバナナ買いますか。10個で50円あ、上田コーヒー見つけました。こちら上田コーヒーといいまして、トゥクトゥクで、コーヒーを、販売してます。で、上田コーヒーって名前からもちろんのこと、日本人の方がやられてます。で、もうこれ8年前からですね、やってて、プノンペンだけでもうトゥクトゥク50個ぐらいで売ってるんで、多分一番店舗数が多い路上のコーヒー屋さんになってます。ちょっとせっかくなんで買いに行きたいと思うんで、はい、行ってみます。こんにちは。これはですね、カンボジアコーヒーですね。ベトナムとカンボジアのコーヒー豆を使って、で焙煎工場もあるんで、自分たちでこうブレンドして、オリジナルのコーヒーになってます。ちょっと買ってみますね。スースライアラビカ、アラビカのロブスター1個ください。こんにちは。こんにちは。はい、はい、来ました。ちょっと見にくいんですけど、カップもオリジナルで For Your Smile って書いてますね。上田コーヒーの大事にしている言葉だそうです。ちょっと飲んでみます。あ、おいしい、おいしい、おいしい。はい、今はですね、街をブラブラしながらいろいろと紹介してきましたが、まあ、日本にはないものだったり文化とかをすごい感じれたんじゃないでしょうか。ということで、こんなカンボジアむちゃくちゃ楽しいんで、ぜひお越しください。